こんんばはば今日もね一応これからあのリアルトレーズタイセミナーをね開始いたします。ます、あ、今日はねこの後あと雇用統計がねまもなく4分ぐらいであるんですけどねまあ今日はねあの 親知らずだけね抜く予定だったんですけどねなんか状態がいいってことであのインプラントね二本入れ入れる準備したんでまあ本当はねもうあのセミナーなんかもできる状態じゃないんですけどねまあ一応簡単にねご挨拶程度まあなんとかあの気合いでねまあ始めたっていう感じで。 まあ、とりあえずみんなと一緒にねあの雇用統計だけ見てまあ,あの雇用統計のね結果次第で、まあ、上がるか下がるかっていうところでまあしばらくのね展開が雇用統計で。 今日の、ね、結果次第で、まあ、多分ドル円とかはねあの上がっていくんじゃないかななんていうなんかだいぶいい雇用統計が出るみたいなんでまあ本当にね今日はあのとりあえずまあ挨拶で顔見せっていう感じでね本当すいませんけど。 まあ本当はね明日からだったんですけどね治療がまあ今日はあの親知らず抜いたタイミングでまあ状態がいいということでね、まあ、そのままの、まあ、麻酔の中で今日は二本でこっからまああの明日もまたねあの病院行って、まあ、治療するんですけどまあ だいぶえぐいぶすよとりああえずねあのツイッターなんかにもあの出てると思いますけど写真がえぐいのがねあの左もうまあ本当は今日もねあの休みたかったんですけどここんとのシステムの不具合とかね、まあ、私の体調も悪かったりで今週はもうね まあ、ろくなセミナーがまあできてないんですけど、まあ、来週月曜日ぐらいからね、まあ、調整してこの土日でね、まあ、何もかも調整して、まあ、今まで通り普通にやっていこうと思ってますんで <laughs> まああとね本当一1分ぐらいで結果が出てくるんで。 まあ今日はねあの本当はなら皆さんもあのポジション持たずにねトレードしない方がまあ、ま、まあ、本当にね毎月この雇用峠っていうのはすごい結果になるんで、まあ、こういう日はねあのトレードするのはねちょっと、まあ、運試しになってしまうのもありますんでね。 まあ今出たんじゃないですかねなんかドル円がいい感じで上がってるっていうところでだから画面ちょっとじゃあ切り替えてチャートの なんか急に上がったり下がったり。画面切り替えていいよ、うん。まあ、とりあえず、なんか上がって下がって、まあ、あんまり。